い、おはようございます。いやー暑いですね。34度。いやーもっとあるよ。34度ってことねえぞ。今1時、ちょうど1時ですね。いやー暑いわ。あのね、今日はあの1年点検ね、この GS ちょうど1年ぐらい経ったのかな。で1年点検を今行ってきたんですけど、1万キロ、ちょうど1万キロなんですよ、走行はね。まあね、全然あのタイヤが減ってないねっていう話で、あ、そうみたいな。で、タイヤ交換したって言われたんで、いや、してないですよって言ったら、全然減ってないですねって言うから、何？なんか、それはどうなの？いいの？悪いの？どっちなの？っていうことでなんですね。で、どっちしてもまあちょっと目視で見てて、自分でもタイヤまだいけるなとは思ってたんで、早急に変えるっていうつもりは全然なかったんですよ。今年の、まあ、この後どのぐらい走るかにもよるけども、秋ね、冬前に変えるか、来年の春までこれでいけちゃうのかぐらいのつもりでは思ってたんですけども、そんなことなんで、まあそうだな、とりあえずまあ秋まではこのまんまかなっていうねことなんですよ。で、ちなみにこれね、再来週にですね、ちょっと三ヶ坊に行こうかなっていうお誘いがあるんですけど、いやー、セローで行くか、この GS で行くかみたいなね、で、悩んでて、要は、GS まだこれノーマルタイヤ、ミシュランのアナキー3ってやつなんですよ。まあロードタイヤなんですかね、これ一応。で、そうかといってね、完全なオフのタイヤに今後じゃあこの850にオフのタイヤを入れるかっつったら、まあそのオンオフ両用みたいなやつだと思うんです、入れるとしてもね。なのでいい機会だから、一回このロードのねタイヤで、三ヶ坊スーパーリンドを走ってみて、で決めようかなっていうふうにも考えてはいるんですけど、ただね、セローとはわけが違うでしょ、重さからパワーから。だから今ちょっとね、モトラッドでサービスの人とも話してたんだけど、でセローだったら軽いからさ、まあツーリスト履いてるから全然 OK なんだけど、たとえそのツーリストはなくても、まあ、二輪二足で行けばどこでも走れるじゃないですか、ゆっくりトロ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 ね。ところがこのね GS で行く場合はいくらフラットリンドとはいえ、ヌタヌタもあるしさ、トロトロはいけないわけですよ。ある程度アクセル開けていかないとね、勢いで走んないといけないので、そのえいやっていう気持ちになれるかどうかなんだよな。だってこんなのでさ、いくら何回も走ってる三ヶ坊とはいえよ、ビクビク走ったら絶対転ぶじゃん、エンストするじゃんね。えセローじゃないんだからさ、ってことはアクセル開けてある程度走んなきゃいけないんじゃない？その時にこのノーマルタイヤでズルってね、いかねえかな。まあ大丈夫だと思うよ、大丈夫だと思うんだよ、思うんだけどさ、一応私的にはさ、石橋はちゃんと叩きたいんでね。そうするとね、その石橋を叩きすぎて橋割っちゃうみたいなさ、ことにもなりかねないんだよな。ねえ、ちょっとビビってんですよ。だから三ヶ坊行く話もちょっと行くとは言ったんだけどさ、言ったんだけどちょっとどうしようってぶっちゃけ
た方がいいのかしらみたいな。でもね、チャンスっていうか、要はちゃんとね、何かあったら助けてくれるでしょうし、まあ、一回行くっていうことに関しては、まあ、ちょうどいい機会なんで、本当に、だから行きたい、このノーマルタイヤで、この GS で、ミカボスーパーリンドを一回走ってみたい気持ち半分、怖いからやめといた方がいいんじゃないっていう気持ち半分、本当にどっちもどっちの気持ちでね、どうしようって感じ。もう悩むわ。ね、これさ、楽観的にさ、まあ行きゃなんとかなんだろうって思って行くしかないんですよ、行くとしたらね。でもそんな中ですよ、もし倒したらどうしよう。あのバイク自体もね、それは倒れりゃ一こけ何万円、下手すりゃ10万円かかるわけじゃないですか。それもそうなんだけど、怪我しちゃうとちょっとシャレになんないし、ね、セロでさ、転ぶ分にはさ、あの怪我もしないっすよ、全然なんだけど、こいつで転ぶとやっぱりね、まあ無傷じゃ体も済まないだろうなと思うんですよね。となるとさ、いやちょっとやばいのよ今、うちもね、仕事的にもやばいし、っていうわけでね、まあ50-50なところなのよ。まあそんなことですよ、うん。それからあのちょっとこれ画像でずっと映ってて気にはなってると思うんですけど、このカープレーね、これ今日いろいろやってみてね、もうここにつけようと思ったの、ここに、これの代わりに。だね、うまいこといきそうでいかないんですよ、うまいこといきそうでいかないので。ね、まあとりあえずいいやと思って、まあ、ここにつけて、ちょっとこの繋いでみてやったんだけど、あのね、繋がったんだよ、繋がって、行きは走ってたの、ちゃんとここに Google マップが出てさ、音声も来てて、なんかね、途中でエラーになっちゃって、もうこれまだ設定画面なんですよ、こっからね、先進めなくなっちゃって、なんかね、変なエラーメッセージ出るし、あれ壊れちゃったみたいなことでね、どうにもこうにもなのよ、これだから、ちょっと何もいじれないんですよ、せっかくつけたのにさ。で、 Google 先生は Google 先生でさ、音声入ってこねえしさ、なんだかなって感じ、これも切っちゃえそうなんですよ、だからね、そうなんですよ。ちょっとこれね、今日本当はこれをね、試しにやってさ、それでちょっと高速走ってさ、いろいろ試してみようと思ったんだけど、なんだ、結局ね、ダメなんですよ。これがなんだよな、間違えるね、ここもなんだよ、こんな狭いとこさ、はいよ。で、結局今これナビと繋いでるんですよなんだかなって感じでしょ、壊れてんだが、まあもしかしたらなんか俺のなんか変な操作ミスでなんか変な風にしちゃったのか分かんないんですけどね。なんせこれ中華製はね、説明書がないんで、もう全く分かんない、どうしようって感じです。はい、で、まあそんなことですね。つぶやき元ブログになるのかな、来週ですね、ちょっとよいしょ、日光の方からね、あれはなんだ、樹海ラインってね、奥多田巫女ですか、樹海ライン、南会津の方から、魚沼の方へ樹海ラインを走るっていうね、ちょっと、ツーリングに私も混ぜてもらうっていうことで、参加させてもらうことになりました。群馬勢の人たちと結構な台数で行ってきますので、まあそれ今ちょっと楽しみなんですよ。はい、それ来週ね、だから来週はちゃんとツーリング動画が、撮れると思います。結構なマスツーで、行きますので、もう初めて会う方ばっかりなんでね、知り合いの人は数人しかいないので、
ちょっと緊張してますけども、来週はその動画をお送りしたいと思いますので、またよかったら、お楽しみにしていてください。はい、それでは今日はもう暑いので帰ります。それではまたお会いしましょう。さようなら。